スタートしました。サラブレッド3歳チャンピオン決定戦、サラ3歳優勝金のクラショーであります。瀬戸アンゼラが好スタートを切っています。そのうちから海洋ライジンが上がってまいります。最内から2番のカタマンレディ好ダッシュ、3頭びっしり固まりまして、これから第4コーナーに向かっていきます。さあここからは陽光を浴びて直線で進んでまいりますが、2番のカタマンレディが先頭か、そして海洋ライジンであります。外から瀬戸アンゼラ、内の方にイージーローマン、この辺りが4番手の一線、その外から海洋風神であります。後方3頭は雲太陽、そしてダニエルキングが行きます。その外からは6番の西健リーダーと、後ろが3頭固まりました。前から後ろまでおよそ7、8馬身、ここはスローに進んでいます。線を通過しました。花を切っているのは2番のカタマルレディであります。西側が逃げています。そして2番手、外からもう並んでいく海洋ライジン、外から瀬戸アンゼラ、内にイージーローマン、4頭びっしり固まって、その後は5馬身差で海洋風神であります。内から5番のダニエルキングが上がってくる、そして6番の西健リーダー、外で800を通過、最後方に変わったのが1番の雲太陽であります。さあこのあたりペースはどうなんでしょうか。前の集団固まっていますが、さあ先頭変わった、4番の海洋ライジンが先頭に変わっていきます。外から瀬戸アンゼラ、この2頭が抜け出していくか、そしてこれに連れて4番の海洋ライジンの後ろからもう1頭はイージーローマンであります。イージーローマンが3番手外に上がってくる、そしてその後の集団は海洋風神と内から5番のダニエルキング、前を懸命に追うんですが、前がペースを上げますと後ろなかなか追いつけません。さあ先頭海洋ライジンが400を通過、外に懸命に食らいついていく瀬戸アンゼラ、この2頭が後ろを4馬身引き離しました。さあここで追い出しを開始したのは海洋風神であります。海洋風神単独の3番手、そのうちにダニエルキングであります。前の動きが激しくなりました。さあ先頭2頭懸命に押して叩いて、さあ4コーナーを回ってまいりました。4番の海洋ライジン先頭で200を切った、外から瀬戸アンゼラ、そして大外から海洋風神が突っ込んでくる。さあ海洋風神の足色がいいぞ、一気に先頭に奪うか、残り100、先頭は海洋ライジンをかわして海洋風神か、海洋ライジン風神、風神先頭五輪、海洋ワンツーであります。先頭海洋風神、